やば。こちら若鯉トークショーということでお届けしたいと思います。ゲストをご紹介します。ルーキーから厳選いたしました。手前から高橋投手、そしてキャッチャーの船越選手、そして青木選手です。よろしくお願いします。まあここから見ても本当マスクしてる人も風が流行ってるんだなって感じで、船越さん、左中間ってこんな風抜けるんですね。寒いですね。そう寒いですね。そう寒いでもどうですか、同期ってことなんですけど、船越さん年上じゃないですか。ここで野球界はなんかタメ口的な一緒なのか、それとも先輩先輩なのか、どんな方なんですか。この二人はもう完全に僕タメ口なんですね。社会人まで出てる先輩にタメ口なんですか。タメ口じゃないです。例えば高橋さんの機能、船越さんに対してどんな感じなんですか。真面目に接してる。でも船越さん、あのプロに入って社会人にやってましたけど、どうですか、練習とか厳しさとか違いました。社会人もすごいきつかったんですけど、やっぱり全然プロの方が練習しんどいです。何の練習が一番きついかって思いましたか。でも全部なんですけど、特にキャッチャーの練習が一番きついです。で、青木さんなんですけど、青木さん高校でってカープじゃないですか。はい。何で最初びっくりしました。わあ、じゃあ高校と全然違うとか、カルチャーショックとかって。うーん、やっぱり気づかれて、やっぱり若いのに気づかれて。高校だと、はい、2つ目とかまでしか見ないし、はい、ベテランまで来るし、はい、練習も続けていいんですけど、はい、昨日見たりとか。そうっすね。だって青木さんとかお父さん何歳でしたっけ。40前半ぐらいだったら、だってコーチの人とかお父さんの年上とかお母さんの年上とか、そういった年代になりますよね。そうです、はい。練習はどうでした。何が違うのかですか。やっぱりみんなの練習の方が、はい、特にパパであったりとか、そうなんですけど、一つ一つのコーチもたくさんいるし、はい、そういった面では吸収できるものが多かったかな。青木さんと高橋さん共通するのはあれですよね。高橋さん、あの基本的に北の方出身なんで、寒いの強いと思ってたんですけど、すごい寒そうにしてますね。寒さ強くないんですか。寒さは広島、すっかり最後の広島になじんでました。どうですか、プロで投げてて
これはまた違うなっていうのが一番どの辺だったんですか。
越さんの写真タイムです。大丈夫ですか？でも船越タイムっていうこれからも毎年これにしようかな。大丈夫ですか？ あっち向いてほしいって。でも男の人が言ってますね。こっち向いてこっち目線ください。船越さんのユニフォーム持ってます。はい、はい、ありがとうございました。以上船越タイムでした。ミッキータイムはいいですか？ください。すいません。目線くださいしてる人がいてますね。買い替えてほしいですね。あ、また男の人がミッキー言ってますよ。ミッキー、はい、ありがとうございました。ミッキータイムでした。ありがとうございました。え、すいません、皆さん青木さんって言わずに指さすのやめてもらっていいですか？リック特別ファン感謝です。青木さん、じゃあちょっと写真答えてもらっていいですか？青木さんです。リック、さっきのおじさんはもう青木さんって言わなくなりました。リック、どういったね、野球の趣味されてるのか。はい、ありがとうございました。青木さん、ありがとうございました。では時間が近づいてきました。最後にファンの方にこのアイスの訪問を含めて一言ずついただきたいんですけど、まず青木さんから一言皆さんにメッセージお願いします。はい、今年1年はやっぱり出場の機会もなかったので、しっかりファームで試合を経験して、まあ、少しでも成長できたらなと思うので、応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして船越さん、お願いします。今年は2回怪我しちゃったんで、まず来年は平沢、本日は2016カープ1軍で感謝デーにようこそしっかり入られてきました。すでに満員に出られております。さらに高橋選手、一言お願いします。席に座っていただければと思っておりますので、できる限り適当の方は足元に置いていただければと思っております。さあ、これからの目標は選手、そしてコーチの皆さんもお招きしましての、わかりました。皆さん、ぜひ来シーズンも応援してください。ありがとうございました。青木選手、高橋選手、そして高橋投手さん、どうもありがとうございました。青木選手、お願いします。大きな拍手をお迎えください。まずは大きな拍手を。